勉強になりました、今日からね、沼生活が始まります。まあ、沼っていうのはこれなんですけど、あのボディービルダーのシャイニーあざみさんが提唱している沼料理ですね、はい、炊飯器でできる料理、まあ、これを毎日食べていきたいなと思ってるんで、まあ、ちょっと自分がいろいろ改良してるんですけど、こんな感じの食事です。はい、昼ご飯を食べ終わったんですけど、これから第2期生に応募してくれた大阪の方と面接をします。ちなみになんか好きな格闘家とかっていますか？僕はそうですね、亡くなりはったんですけど、山本キッドさんとかは大好きでした。はい、わかりました。サンダーファイターになりたいと思います。はい、なるほど、失礼します。今からね、ちょっとバーベキューに行ってきます。際ね、夫婦で痩せようということで、妻のちいちゃんもね、ダイエットに挑戦します。なんで炊飯器は2台、1個は自分、1個はちいちゃん。はい、もうおもむろに入れますね、水をね。おもむろにね。あ、線香いっちゃった適当、適当すぎるでしょ、ちょっと大丈夫。オクラ入ってないって大丈夫？あ、オクラも入れる。二人で半分こします。洗わないの？はい、ということで炊飯よっしゃ。これね、眠たい頃にすごい。カレー粉入ってないけど大丈夫？あ、カレー粉入れない。そうこれね、あっち何も入ってない。布団に入ってね、眠い時にいい匂いがね、カレーの匂いがね、たまってくるんですよ。こっちは1800キロカロリーで、こっちはちーちゃんだけど、こっちは1400キロカロリー。なんかそっちが多く見えるけど大丈夫？うん、大丈夫です。はい、ということで塩怖いな、これはちょっと感じで、オッケー。これね、確実に痩せますよ。今でも体脂肪 10% 台なんだけど、大体 10% ぐらいなんだけどね、 10.5。 これを3週間続けたら 9% とかね、いくんじゃないかな。 9% とか下手したら 8%。 前回はね、 8% まで落ちました。よっしゃ、ということで明日食べる減量飯を作りました。おやすみなさい。